ホーム、鶴門下大学前駅は、山梨県鶴下原二丁目にある、富士急行富士急行線の駅である。駅番号は FJ08。鶴市内の駅で唯一、特急列車を含めたすべての列車が停車する。鶴門下大学周辺での街づくりのために設置が要望された、西岸駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。 線路はほぼ北東から南西に走っておりホームは線路の南東側にある。ホームの中ほどに接して設けられている駅舎は鉄骨造り1階建て304平方メートルの建築物であり、内部の旅客の立ち入ることのできる部分には締め切り可能な待合所や出札口、トイレなどがある。開業当初からの業務委託駅であり、自動券売機も1台設置されている。 辺りは、鶴市成功の住宅地で、駅の南約300メートルのところに鶴文科大学がある。駅の開業に合わせて、駅前周辺の整備が行われ、駅前には大きな広場があるほか商業施設も、進出している。駅前のバス停から、路線バス、予約型乗り合いタクシー、鶴と、東ずまらが発着している。 2017年度の1日平均乗降人員は1700人である。石田総急オリジナル駅弁、地元の食材使い富士急行線、鶴門下大学前駅開業10周年、限定40食試作。毎日新聞、富士急行線、スイカサービスの開始について平成27年3月14日より、首都圏から、 富士山エリアへ1枚の IC カードでお越しいただけます。富士急行オリジナルの2017年10月27日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20171027113526/http://www.fuj.co.jp/.data/.newspdf i k PDF ファイル24億1920万 8394?PDF2020 年11月8日閲覧。国土数値情報駅別情報客数データ。ありがとうございます。